になられましたか？お困りのことがありましたら、いつでもフロントまでどうぞ。私がご案内させていただきます。ここ、どこだ？ホテル。こんにちは。さっき考えた夕方の挨拶です。スタッフには舌打ちをされました。さあ、そういうわけで11月25日夕方5時になりました。まず最初のニュースです。本日これ俺どうなってんだ、なんで何も思い出せないんだ。落ち着け。きっと混乱してるだけだ。大丈夫、きっとすぐに思い出せる。複数に及ぶ殺人容疑で全国指名手配中の唐木誠容疑者は現在逃亡を続けており、その足取りはまだ明らかになっておりません。警察は総力を挙げて唐木誠容疑者の行方を追っており、連続殺人犯。嘘だ、何かの間違いだ。俺は人なんて殺してない。そんなわけない。で、しかも逃走中の犯罪で、まあ狙われているのは女性で、まあでも警察官を中に入れていいのか。そうだ、この警察官に事情を話して助けてもらおう。すいません、この部屋の中から激しい物音がするって通報があったんですけど、ちょっと中見させてもらってもいいですか？あの、ちょっと聞いてほしいことがあるんですけど。実は唐木誠容疑者はどこに隠れているか分かりません。もしこの顔にピンときたらすぐに110番。あ、動くな。お前唐木誠だな。ちょっと待ってください。俺は何も覚えてなくて、気づいたらそこにいて。おとなしくしろ、お前を確保する。違う、何かの間違いだ。俺は人殺しなんて。話は後で聞く。いいか、抵抗しても無駄だからな。待て！あ、なんだよこれ。待て！
ましたか。お困りのことがありましたらいつでもフロントまでどうぞ。私がご案内させていただきます。どうなってるんだ。まるで時間が巻き戻ったみたいに。本日午後2時頃から開催されたサッカー日本代表戦は強豪ドイツなんと5対1と快勝しました。ねえちょっと起きてください。ねえちょっと、誰なんだ。どうして縛られてるんだ。一緒の部屋にいるってことは俺のことを知ってるんだよな。俺がやったんじゃないよな。本当に時間が巻き戻ってるのか。頑張れよ。おい、何があったんだよ。このままあの女性を連れて行かれていいのか。まずはこのホテルから逃げないと。どうして開かないんだ。このホテルはどうなってるんだよ。こうなったら、
れよ。頼むから起きてよ。カードキー、他の部屋の。まずい、とりあえず移動しないと。どうなってるんだ。どうして何も思い出せないんだ。俺は本当に連続殺人犯なのか。それになんで時間が巻き戻ってるんだ。君は何か知らないのか。知ってるなら教えてくれよ。何してるの？あ、いや、大丈夫？唐木誠。それ俺の名前なんだよな。じゃあやっぱり俺は本当に連続殺人犯の唐木誠なのか。は？実は記憶喪失なんだ。私が？いや、俺が。これどういうつもり？あなたの犯行はいつも突発的で衝動的だったはず。それなのにどうして私をすぐに殺さなかったの？こんな風に捕まえるなんて過去の事件では一度もなかったわよね。わからない。私が警察の捜査官だから。わからないんだ。何がわからないの？それより君はどうしてこのホテルに？決まってるでしょ。あなたを捕まえるためよ。指名手配中のあなたがこのホテルに潜伏してるって情報があって、私はそれを追ってきた。あなたに感づかれないように一般客を装って。それなのにあなたはまるで待ち伏せをしていたみたいに。待ち伏せ？なんで？こっちが聞きたいわ。どうして私の正体に気づいたの？わからない。わからないって？さっきから何なの？あなたのことじゃない？気づいたらこのホテルの部屋で寝てたんだ。指名手配されてるのもニュースで知った。だから俺が君に何をしたのかもわからない。本気で言ってるの？なあ、俺は本当に唐木誠なのか、連続殺人犯なのか、人を殺してるのか。あなたは指名手配中の連続殺人犯唐木誠で間違いないわ。本当に何も覚えてないの？分かった、信じる。信じてくれるのか？だからとりあえず縄をほどいて。あなたの話を信じる。私が何とかするから、まず縄をほどいて。お願い。
分かった。まさか本当に縄ほどとなんて。俺は君を信用して。やめて。あなたが何を考えていようと関係ない。私は犯人を捕まえるだけ。唐木誠を確保したわ。あなたの情報通りだった。私？もちろん無事だけど。え？ああ、うん。待ってる。もうすぐ応援が来る。無駄な抵抗はしないことね。信じてくれたと思ったのに。先輩、お待たせしました。唐木誠は中ですか？あなたは一人だけ？いや、あちこちトラブルの連続で今特殊捜査課は人手不足らしいんですよ。ご不満ですか？いや、そういうわけじゃないけど。うお、本当だ。唐木誠が捕まってる。どうも、はじめまして。特殊捜査課の久慈望です。あのね、実は少し問題があって。携帯電話は？あ、携帯電話持ってるでしょ。原始人じゃあるまいし。で、どこ？久慈君？大事な証拠品なんですよ。唐木誠を確実にユーザーに持ち込むためのね。だからちゃんと回収しないといけないんです。どこ？ここ？いや、今は持ってないと思う。じゃあ、あんたの部屋だね。先輩、ここは任せます。え？だからさっきも言いましたけど、携帯は重要な証拠品なんで、今からそれを回収しに行ってきます。部屋番号、まあフロントに聞けば分かりますね。そういう雑用は僕の仕事なんで。あ、ちょっと待って、なんだか様子がおかしいの？おかしいって何が？記憶喪失って言ってるの、唐木誠が。心神喪失の状態で責任能力は問えない、そういう狙いですって。残酷無慈悲な殺人鬼の言葉なんか聞く必要ないですよ、先輩。何なんだよあいつ。変わってるでしょ。あれでも難事件をバンバン解決してる。うちのエースなんだけど。なあ、俺の携帯が証拠品って言ってたけど、なんでだ？さあ、そんな情報私には入ってないけど。その携帯俺にも見せてくれないか？何かわかるかもしれない。俺の記憶のこととか、そもそも俺が本当に唐木誠かどうか。あなたに見せるかどうかは別として、ちゃんと調べるから安心して。確かにあなたが嘘を言ってるようには思えない。だとしてもどうしてあなたは記憶喪失になったの？全てを忘れる記憶喪失なんて普通じゃない。ただの記憶喪失とは思えない。あなたは何か大変なことに巻き込まれてるのかもしれないわね。大変なこと？なんだかそんな気がしてきたの。
何か私の想像を超えるような大変なことが。いや、さすがに考えすぎよね。一言も言ってなかった。どうして。お前なんだよ、なんでこんなこと。なられましたか。お困りのことがありましたらいつでもフロントまでどうぞ。こんにちは。まただ、また時間が戻った。死ぬと時間が巻き戻るのか。まず最初のニュース。どうしてそんなことになってるんだ。本日午後2時頃から開催された。それにあいつは何だったんだ。わけのわからないことだらけだけど、まず今やらなくちゃいけないのは。携帯電話は。あのクジってやつが証拠品って言ってた携帯がどこかにあるはずだ。それを見れば何かわかるかもしれない。彼女と会ったことがある。それなのに彼女はまるでそんな素振りは見せていなかった。どうしてだ。またあの警察官か。でいいはずだ。ここに隠れておいて隙を見て警察官から彼女を奪って別の部屋に移動する。でもその先はどうすれば俺はこの状況から抜け出せるんだ。今までと違うじゃないか。
た。どうして教えてくれないんだ。君も忘れてるのか。あいつは俺と彼女を襲い続ける。何度でも何度でも何度でも俺たちを殺すつもりだ。まずはあいつから逃げないと。今度は何なんだよ。俺たちが逃げるのを邪魔しようとしていた。でも邪魔って誰が何のために。なんで俺たちを狙うんだよ。まさかお前が本物の連続殺人犯なのか。おい起きてくれ、頼む。おい、いいから逃げるぞ。説明は後だ。君に聞きたいことはあるんだよ。でも今はそれどころじゃない。何だあれ。頼むから今は一緒に逃げてくれ。あんな化け物より連続殺人犯の方がまだマシだろ。行くぞ。ママじゃ追いつかれる。どこか隠れられる場所を探そう。隠れられる場所って。お困りのことがありましたらフロントまでどうぞ。フロントまでどうぞ。フロントまで、フロントまでどうぞ。そうだ、こっちだ。ついてきてくれ。ちょっと何かお困りですか。聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。どこか隠れられる場所はないか。急いでるんだ、頼む。こちらのドアから地下に行けます。地下通路を抜けた奥にある倉庫なら安全です。それと警察を呼んで。凶器を振り回してる危険人物がいるの。それは不可能です。え？私はただのナビゲーターですから。ナビゲーター。とりあえず急ごう。早くしないとあいつが追ってくれ。
暑いな。なんとか逃げ切れたみたいだな。あの化け物、何なの？それに、なんで私が唐木誠と一緒に逃げないといけないの？俺は記憶を失ってて、何も覚えてないんだ。気がついたらあの部屋にいて、バスルームには君がいた。あの化け物は、なぜか俺と君を狙ってるけど、その理由もわからない。もしかしたら俺が記憶喪失になった理由と何か関係があるのかもしれないけど、本当に何もわからないんだ。頼む、信じてくれ。俺は逃げるつもりなんてない。ただこの状況は普通じゃない。何かが起こってるのは間違いないんだ。何かって？それを突き止めるためにも少し時間をくれないか。もちろん君も一緒に。あなたは指名手配中の連続殺人犯なのよ。私があなたを信じられる根拠は？あのさ、恋人っている？はあ？それ今関係ある？ある。いるけど、それが？その恋人のことよく思い出してみてくれないか？なんで？俺と似てたりしない？どう？全然似てない、これっぽっちも。彼は私の同僚で、あなたみたいな殺人鬼とは真逆の人なんだけど。同僚って警察の？待って、どうして知ってるの？私が警察官だってこと。あ、いや、誰から聞いたの？あなたが私を待ち伏せしたのはその情報があったから？違う、それは関係ないんだ。っていうか俺は待ち伏せの件も覚えてなくて、ちょっと思い出した記憶があったんだ。それを確かめるために聞いたんだけど、勘違いだったみたいだな。警察の同僚ってあのクジってやつか？それならさっき思い出した記憶は何だったんだ？本当の記憶じゃないってことか。やっぱり俺の頭がおかしいのか？だったらもう何を信じればいいんだよ。ねえ、思い出した記憶って？もういい、俺を捕まえてくれ。え？さっき言ってたのは何だったの？ここで何かが起きてて、それを確かめるって。そんなの君にとってはどうでもいいだろう。俺は指名手配中の連続殺人犯唐木誠、記憶喪失だろうと何だろうと捕まえるだけ、それでいいんじゃないのか？もやもやする。もちろんあなたのことは捕まえるわよ。私はそのためにこのホテルに来たんだから。でも あなたの記憶喪失が嘘だとは思えない。そうじゃなかったら唐木誠が私を助けるはずがないし、そもそもあの化け物って普通じゃないわ。それに原因不明の記憶喪失、これも普通じゃない。確かに
何かが起きてるんだと思う。普通じゃない何かが。だったらそれを突き止めないと私の気も済まない。今度こそ信じてくれるのか。今度こそ確かにここは暑いわね。でこれからどうするつもり？何か考えはあるの？ああ、考えか。そうだ、これを見てくれないか。何これ。この女って君のことだと思う。誰かが私を殺そうとしてるってこと？なんで あの化け物と関係があるの？わからない。確かめてみましょう。何を？私が狙われてる理由よ。このメッセージには20時に行くって書いてあるから。そうか、20時になればこのメッセージを送った誰かが俺の泊まってた部屋に来るはず。その人物の口から直接私を狙ってる理由を聞き出すのよ。分かった。じゃあ決まりね。もう少しここに隠れてて、15分前になったらあなたが泊まっていた部屋に移動しましょう。ああ、確かに彼女が狙われるからには理由があるはずだ。それってもしかしたら俺の記憶喪失や時間が戻る現象と関係してる？だとしたら彼女が全ての鍵なのかもしれない。そろそろ。ああ、行こう。あいつはいないわ。見つからないように移動しましょう。それで、あなたが泊まっていた部屋って何号室？501だ。急ぎましょう。大丈夫よ。このまま一気に501号室まで行きましょう。無事にたどり着けたな。ここからが本番よ。しまった、拳銃を持ってくればよかった。拳銃？バッグの中に隠しておいたの。客を装ってきたから持ち歩くのはまずいと思って。一旦私の部屋に取りに戻ればよかった。早いわね。とりあえずこっちだ。君はここに隠れててくれ。え？
俺が捕まえたって話だから君が自由に動き回ってるのはまずい。そうね。相手に話を合わせてね。できるだけ情報を聞き出さないと。やってみる。というかやるしかないんだろう。動くな。ゆっくり両手を上げながら立て。こっちを向け。お前、幸村捜査官はお前が拉致したんだろ。どこだ。さっさと白状しろ。冗談冗談。てかなんでそんなにビビってるの。僕が本気で撃つとでも思った。いや、まさか。こいつ幸村茜を助けに来たわけじゃないのか。じゃあ、あのメッセージを送ったのはこいつ。じゃあ早速だけど、約束した件さっさと始めようか。約束？うん？あ、いや、もちろん約束は守る。けど。けど。理由を聞かせてくれないか。それくらいは教えてくれたっていいだろう。ほら、俺たちは手を組んでるんだからさ。わかったよ。今さらやらないなんて言われても困るからね。やっぱりそうだ。こいつは連続殺人犯の俺と手を組んでる。そして幸村茜の命を狙ってる。理由はね、彼女に改心してもらいたいからだよ。改心ってどういうことだ。ああ、これ以上の説明は君にしても理解できないよ。で、彼女はどこ。さっさと約束果たしてよ。そしたら僕も約束を守る。君の海外頭部の手はずはちゃんと整えてきたんだよ。分かった。あいつは薬で眠らせたままクローゼットに押し込んでやる。警察とかが急に来て見つかっても困るからな。まだ眠ったまま。ああ、眠ったままだ。しばらくは起きない。連れてきて。どうしたの。あ、いや、ついでに彼女の部屋の荷物も処分しておきたいんだよね。どこかにカードキーがあると思うんだけど。気づかないとでも思った。怪しいっしょ。無口のあんたがペラペラ喋るなんてさ。でも僕裏切るメリットなんてある。まさか彼
彼女に惚れたなんて言わないでよね。あなた、だったのね。ん？じゃあ、気づいてたのね。私が、あなたや特殊捜査課にも内緒で。え？なんだよ、やめろ。実験段階で安全の保証はできません。構いません。俺は対象範囲は例のホテルです。何か困ったことがあったらナビゲーターを。このわけのわからないホテルの秘密ももうやっぱそうだ。まずはそれを確かめるんだ。ごめん、ちょっとだけ待っててくれ。このホテルは普通じゃない。外の見えない窓、開かない。絶対に開かない入り口。そしてこのホテルで起きている数々の不可思議な現象、その秘密さえ分かれば俺の身に何が起きているのかも分かるはずだ。どうすれば、どこに行けばこのホテルの秘密を突き止めることができる。そうだ、あのフロントだ。私はただのナビゲーターですから。何か困ったことがあったらナビゲーターを。あいつに聞けばきっと何かわかるはずだ。何かお困りですか？聞きたいことがあるんだ。当ホテルのことでしたら何でもお尋ねください。このホテルのことなら本当に何でもわかるのか？もちろんです。私はナビゲーターですから。このホテル何なんだ？ここは本当に現実世界なのか？違います。このホテルは実験段階のプログラム装置によって作られた仮想現実世界です。仮想現実世界？わかりやすく説明しましょう。驚く必要はありません。ここは仮想現実世界ですから。この仮想現実世界を作っているプログラム装置はカムトゥルーと呼ばれています。このカムトゥルー装置に被験者となる人物の脳を接続することで、その記憶をもとにした仮想現実世界を構築することが可能となります。それは死んだ人間の記憶からでも？もちろん可能です。
さらにその装置に別の人物の脳を接続することで、その人物の意識は仮想現実世界へと送られ、被験者の記憶を追体験することができるようになります。簡単に言えば、仮想現実世界で被験者自身になれるのです。ゲームで言えば、プレイヤーに当たるこの人物をカムトゥルーでは捜査員と呼んでいます。じゃあ、もしかして俺って。質問は後回しにさせてください。時間がありませんので。被験者の記憶を追体験できるとはいえ、ここはあくまで仮想現実世界であって、被験者の実際の記憶そのものではありません。記憶に存在しないものや空間、会話などはプログラムによって保管されています。ですので、捜査員は実際の被験者の記憶とは違う行動を取ることもできるのです。つまり、この世界は捜査員の選択によってさまざまに分岐していく、記憶を超えた仮想現実世界なのです。もともとこのカムトゥルー装置は脳の治療目的で開発され、まだ実験段階だったのですが、警察からの強い要望があり、今回特別に捜査に使用することを許諾いたしました。警察からの要望？ただ、そこで予想外の事態が起きてしまいました。現在、カムトゥルーはハッキングによる妨害を受けています。ハッキング？何者かが外部からこの世界を壊そうとしているのです。しかも、それは時間とともに進行しています。それに本来であれば、カムトゥルー内に入った捜査員は元の自分の記憶を保持したままのはず。ですが、今のあなたはハッキングによって記憶を消失させられ、本当の自分が何者かわからない状態になっているようです。じゃあ、俺の記憶喪失って。さらに、ハッキングによるプログラムの書き換えによって、本来この仮想現実世界にいないはずの存在が現れ、捜査員の妨害をしています。これらのハッキングによる脅威は深刻です。このままでは、仮想現実世界はあなたの意識を取り込んだまま外部との接続を遮断されます。そうなれば、あなたは元の世界には戻れません。一刻も早くこの世界から出ることを推奨します。でも、戻るってどうやって？あなたはその方法をご存知のはずです。今まで何度も選んでいましたよね。あなたが死ぬたびに、何度も死んだ後、いつも頭に浮かんでたあれか。あそこで終了するを選んでいれば、あなたはいつでも仮想現実世界から外の世界へと意識を戻すことができました。ですが、この世界の真実に信じたくて、あなたは続き抜けるを選び続けていた。ただ、これは危険です。繰り返します。一刻も早く、この世界から出ることを推奨します。おい！一刻も早く、この世界から出るべき。いや、でも、このまま終わっていいのか。だったら、なんで俺はこの世界に来たんだ。
女が殺されなきゃならないんだ。でもこの彼女も仮想現実世界の幸村茜なんだよな。だったら現実世界の彼女は別にいる。今どこで何をしてるんだ。ここから出れば会えんのかよ。背後からロープのようなもので首を絞められて殺されたようです。犯人はその場で別の捜査官によって射殺されています。つまり彼女が一連の連続殺人の最後の被害者ということに。今すぐ行きます。使用許諾お願いします。そうか、そうだったよな。やっぱり君は俺の大切な人で、でも君はもう。俺がここに来た理由は彼女の死を受け入れたくなかったから。彼女にもう一度会いたかったから。俺がこの世界でいくら何をしても君はもう戻らない。ここは現実世界じゃなくて仮想現実の世界だから。だったらこれ以上ここにいて意味あるのか。元の世界に戻れなくなるかもしれないのに。君はもう死んでいて助けることもできないのに。俺はどうすればいいんだ。元の世界に戻っても、もう君はいないんだから。もうどうでもいい。何もかも。どうだって。待つんだ。早まるな。誰？私は医者だ。君の担当をしている。医者？君はその一種の
妄想性障害を患っているんだ。とても複雑なタイプのものをね。この一連の出来事は全て君の妄想なんだ。妄想？そうだ。君は治療のために薬を投薬されていてね。だが症状は依然として重篤で、ひどい幻覚を引き起こしている。幻覚？どこからどこまでか。君が見たり聞いたりしているもの、ほとんど全てと言っていい。例えば、ここが仮想現実というのも君の妄想による幻覚だ。それだけじゃない。君が連続殺人犯というのも妄想で、幸村茜なんて女性も存在していない。今の君は現実と夢の区別がつかなくなっている。激しい混乱のあまり君の脳は耐えきれなくなり、ついに自殺しようとした。そうだったんですか。受け入れてくれたかな。そうですよね。そんな荒唐無稽な話あるわけないですよね。心配いらない。治療を続ければこの病気はいつか治るんだから。さあ一緒に頑張ろう。そうか、彼女は最初から存在しなかったんだな。だったらもう。あれからどれくらい時間が経ったんだ。いつまでここにいればいいんだ。もう何日も誰とも話してない。薬はまだ続けないといけないのか。先生はいつ来るんだろう。いつからこうしてるんだっけ。俺はなんでここに。俺は本当に真実なのか。俺はそれを確かめるためにここに来たはずだ。俺にはもう君は救えない。それでも俺は君を救いたい。だからこの事件の真相は何としてでも突き止めてみせる。そのために進むべきルートをもう一度たどるんだ。真実にたどり着くためのルート。いいから逃げるぞ。
がいるんだ。出させてくれと。すごくそうじゃなかった。メッセージがあった。ちょっと待ってくれ。君の泊まってる部屋だ。どうして？武器ぐらい持ってるだろう。これから君を殺そうとしてる奴と対決しなきゃいけないんだ。そうね、分かった。524号室よ、行きましょう。行きましょう。待って。どうしたの？唐木誠の普段の犯行の手口はいつも突発的で衝動的なんだよな。うん、そうだけど、犯行現場は人気のない場所ばかりで、被害者は背後からロープのようなもので首を絞めて殺されていた。被害者はロープや犯人の腕を解こうとするなどの抵抗をしていたみたいだけど、そのまま構わず絞め殺されていたわ。なんか変な感じ。殺人犯に本人のやった手口を説明するなんて。そうだよな。でもおかげで確信が持てた。行こう。無事にたどり着けたな。こっちだ。一旦君はここに隠れて。驚かせ。どう考えたって怪しいでしょ。無口なあんたがペラペラ喋るなんてさ。相変わらず無口だね。コミュニケーションって言葉知ってる？いや。で、彼女はどこ？眠らせてるの？連れてきて。思うんだけど。動かないで。動いたら撃つわよ。先輩、どうしたんですか？騙されてますって。銃を向ける相手間違えてますよ。とぼけても無駄だ。もう全部分かったんだ。このメッセージを送ったのはお前だな。だからこそ時間通りにここに来たんだ。お前は幸村茜の拉致及び殺害を唐木誠に依頼してたんだ。あることを交換条件にな。
そうじゃなかったはずだ。もっと考えろ。いや、そうじゃなかったはずだ。もっと考えろ。海外逃亡だ。君の海外逃亡の手筈は？お前は唐木誠の海外逃亡を助けることを交換条件に幸村茜を殺させようとしたんだ。バカバカしい。先輩、いつまでこんな異常者に。黙って聞いてて。でもそんな交換条件なんて嘘だった。お前は幸村茜を殺させた後、唐木誠も殺すんだ。そうだろ？しかし唐木誠もうすうすそれに感づいてたんだろうな。だから幸村茜殺害の手口だけは他の犯行と明らかに違ってたんだ。彼女は唐木誠の手口はいつも突発的で衝動的って言ってたけど、幸村茜の死にはそうとは思えない点が残されていた。そうじゃなかったはずだ。もっと考えろ。いや、そうじゃなかったはずだ。もっと考えろ。首を絞められた後だ。唐木誠の手口はいつも背後から首をロープのようなものを使って絞め殺されていたらしい。なしってお前がやったことだろ。その際被害者は首のロープをほどこうと抵抗していたみたいだけど、そのまま絞め殺されていた。抵抗したってことは被害者の首にはその形跡が残されていたはずなんだ。しかし幸村茜の死は違った。彼女の首元にはその形跡は残されていなかった。眠らされたまま殺されたか、縛られた状態のまま殺されたか、とにかく抵抗できない状態で殺されたんだろうな。ちょっと待ってよ。まるで先輩が本当に殺されたみたいに。唐木誠はお前に裏切られるのが分かっていたから、わざと手がかりになるような矛盾を残したんだ。いい加減にしろよ。何の話をしてるんだよ。他人事みたいに自分の犯行を解説して勝手に先輩のこと殺して。殺したのはお前だろ。先輩、いつまでこんな異常者の相手をしてるんですか。言ってることがめちゃくちゃじゃないですか。確かに言ってることはめちゃくちゃね。まるで私が本当に殺されたみたいだし。でも本当にそっくり。実際にあの人がそこにいるみたい。私を殺そうとしたの？そう言ってるだけ。私があなたのことを探っていたから。探ってた？あなたが裏社会の組織からお金を受け取ってるって情報を得たの。でも噂レベルだったし、あなたは仲間だから。私一人でこっそり調べてた。そんな事実ないですよ。
その組織の裏帳簿のコピーを手に入れたのはあなたがお金を受け取った動かぬ証拠よ。唐木誠の件が片付いたら上層部に見せようと思ってた。何かの間違いだったらって信じたかったけど残念だわ。そのコピーってどこに？隠してあるわ。彼には見つけられない場所にね。私の思い出の場所に。それがお前の動機だな。そのコピーが盗まれたって知ってお前は幸村茜を殺そうとしたんだ。その金を使って何をしてたと思います？は？情報を買ってたんですよ。凶悪犯罪者たちを追い詰めるためにね。唐木誠がこのホテルにいるって情報だって僕がそういう形で買ったものなんですよ。情報を得るためには資金が必要なんです。その情報のおかげでどれだけの犯罪者たちを追い詰められたと思ってます？どれだけの人間が被害者にならずに済んだと思ってます？違法行為よ。今の特殊捜査官ぬるすぎるんだよ。犯罪行為が日々進化しているように僕らももっともっと進化しなければいけない。それには組織の在り方を変える必要があるんです。そのためには僕が圧倒的な結果を出さなくちゃいけないんですよ。そのためなら仲間の命なんてどうだっていいっていうのか？は？先輩のことを殺そうだなんて思ってないですよ。むしろ僕と共に行動してほしいと思ってるんです。要は勧誘ですね。勧誘？そのために唐木誠に彼女を拉致させたのか？先輩、これは正義のためなんですよ。改心するなら今ですよ。動かないで。大丈夫ですよ。先輩は正しいことのために正しい行動の取れる方なんです。動かないでって言ってるの。撃つなら撃ってください。けど僕がやろうとしてたことはちゃんと先輩が引き継いでくださいね。それを断られたからお前は彼女を殺して唐木誠も殺したんだな。は？どけよ異常者。俺はもう彼女は殺させない。絶対にだ。久慈君、あなたは道を踏み外した。放っておけばきっともっとエスカレートする。その前に止めないと。僕よりも悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。
だよ。だな、お前がハッキングして邪魔してるんだろ。どいて。やめろ。全ての真相は明らかになったんだ。ここで彼女と俺を殺しても俺が外へ出ていけばお前を追い詰めることができる。捜査課に配属されたばかりの新米捜査官で、先輩ちょっといいですか。幸村茜とはそこで知り合った。なんですけど、あ、はい、またそのうち仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって、初めてプライベートで会ったのがあの日だった。お待たせしました。お腹すいた。あ、お腹すいましたね。それから何回目かのデートで俺は彼女と付き合うことになった。だけどその幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官になって、俺は彼女の死の報告に納得できなくて、使用許諾お願いします。それで彼女の死の真相を突き止めようと。安全の保証はできません。実験段階のシミュレーターに全てを託したんだ。あなたがどうしてここに来たのかも。ごめん、私のせいで。違うよ、君のせいじゃ。感動の再会だね。いいこと教えてあげようか。この仮想現実世界は唐木誠一人の記憶から作られたんじゃない。幸村茜の記憶からも作られている。つまりここは二人の記憶から作られた世界なんだ。だからここにいる幸村茜は彼女自身の記憶から作られた、いわば本物と言える存在だからこそ、この世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。そんな彼女と再会できた気分はどう。嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村茜はもういない。それはお前のせいだろ。
だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの。愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだ。まさかそのために彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで、幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広く、もっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメダメよ、そんな時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいで紙切りがぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら幸村茜には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの。彼女救いたいんじゃないの。彼女の笑顔見たくないの。このタイマーがゼロになったら仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり、やり直しは効かない。さあ君ならどっちを選ぶ。救いのない現実か、幸せな仮想現実か。隠してあるわ、彼には見つけられない場所にね。私の思い出の場所に。
されたのは警視庁特殊捜査課の藤井望む容疑者で、捜査情報を事前に提供するなどの見返りとして多額の金品などの提供を受け取った収賄の容疑に問われています。藤井望む容疑者は先日ホテルで死亡しているところが発見された幸村茜さんと同じ特殊捜査課に所属しており、彼女の死に関与している疑いがかけられているほか、同じホテルで発見された殺人容疑で指名手配中の唐木誠容疑者の死にも関与している疑いがかけられています。これら複数の容疑に関して警察当局は慎重に捜査を進めています。